時間の関係で トップ10からの発表になります。じゃあそれでは早速第10位この曲です。なんだエンドレス様。
題なんですけど、なんと同率で第10位もう一曲ありました。もう一曲の第10位のイントロを聞いてもらいたいと思います。もう一曲の第10位はこの曲です。もう一曲の第10位聞いてもらいたいと思います。聞いてください、アバーミュージック。
エントリスサマーとアワーミュージックということだったんですけど、アワーミュージックは6人体制初披露ですね、今日は。どうでしたか、みんな、アワーミュージック。いい曲でございます。なんか意外だったかもね、結構ね。確かにエンドレスとかもうちょっと上かなって思った。確かにそうかも。ね、ということで、じゃあどんどんランキングの方に行きたいと思うんですけど、次は9位から7位までを一気に3曲やっちゃいたいと思います。で、8位も同率で2曲あるらしいので、4曲連続でですね、次は披露させていただきたいと思います。ではまず第9位、yeah!
聴いてください。超絶スーパーラブ。
続けて聴いていただきました。ありがとうございます。なんかいろいろね、もっと上位の4曲かと思ってた。人も盛り上がる曲が入っちゃって。そうだね。何が一番でも、何がいいとか、何だろう、テレビのワンダーランドじゃないから、何だろう、絶対ワンダーランドが1位だと思ったよね。意外だった。ということで次は4、5、違えた、6、5、4を続けて3曲発表していきたいと思います。それでは第6位、この曲です。なるほど。じゃあ続いて第5位、チュチュチュ、やばい、もう今日やるわな。それでは第4位、ここも盛り上がりそうだ。4位意外だね。結構上だね。やりにくいと思う。それはやらないから。確かに。それでは6、5、4位、3曲続けて聴いていただきたいと思います。カラフルミラクルディスカバリー。世界を抱いてるだけ。
がめちゃくちゃ良くない？わかるわかる。なんか、なんていうんだろう、アイドルっぽい。めっちゃ可愛いよね。でも、腹が空いたんだって。泣いたらお腹が空くんだね。ということで、もう第4位までやったということは、はい、もうトップ3しかね、残ってないんですけど、ね、ちなみにみんなの投票した曲はまだ出てきてないよって人、ほんとに、じゃあ、入ってるのかどうか気になるところなんですけど、トップ3発表のその前に、おお先日お披露目させていただいた新曲の片思いを披露したいと思いまーす。この曲も今までのあっぱれ原宿とは違う感じの曲になってるので、サイレンを持ってる人とかはサイレンも振ってくれたら嬉しいし、みんなそれぞれの楽しみ方でメンバーの表情とかにも注目して聴いていただけると嬉しいです。それでは次の曲聴いてください。それでは聴いてください、片思い。初めて君を見つけてから、どれだけこの世界どうだってもいいから、どんな世界だって
は聞いていただいたんですけど、今日初めて聞いたよって言ってますか。おお、結構いる。ありがとうございます。まだ2回目だもんね、だってライブでやるのも。これからどんどんこの曲も歌っていくので、皆さんにこの曲も愛してもらえるように頑張るので、皆さんぜひ覚えて帰っていただけたら嬉しいです。はい、ということでランキングの方に戻りますか。戻ります。トップ3で、はい、ね、もう次は3位と2位を続けて聴いていただきたいと思います。ではドキドキのトップ3聴いちゃいますか。はい、第3位、おー、そっか、そう、確かにこれまだやってないということで、じゃあ次第2位。Touch my chin.
ということで残すは第1位のみとなったんですけど、あれかなって思ってたけど、もしかしたら違うかも。もやさんは今回何あとよ。え、だってもう嘘。え、みくさんもうあとさ、対バンとかでもやってて、みんなしてて毎日やってるやつってさ、あれしかないじゃん。え、待って、わかんなくなっちゃった。え、その前に分かんない。え、もしかしたら何だろう。え、超わかんない。第1位じゃ何曲か最後見ますか。それでは第1位はこの曲です。
けどさ、1位の時に残ってる曲なくない？何オーバーチュア1位と思ったんだけど、そう、じゃあちょっとここで一応第14位から書いてあるので発表していきます。発表します。第14位がセンチメンタルプリズム。そして第13位が2つあります。始まりの合図とオーバーチュア。オーバーチュア何で早く来てるの。3位にしてましたね。確かに。そして第12位、君の眼球越しスクリートマイアイドルよ。そして第11位も2つあります。アッパレプレゼントとその先へが第11位で、トップ10からは今やった通りというみんなも採用になっていたんですけど、みんなが投票した曲は聴けましたか？今日聴けたいと思う。おー、よかったです。そうだね、ありがとう。ちなみにメンバーの1位は、え、でもなんかレペゼンもっと増えた。そうだね、レペゼン増えた。意外としたね。オーバーツアー、オーバーツアー、結構マジで好きなの。電車の中でめっちゃ聴いてる。オーバーツアー電車いいよね。さっき言った。あ、わーわーわー。え、そうなんだね。じゃあヒルゲテリトリが一番人気ということで、もっと買い物とかでもやろうじゃん。
ありがとうございます。せーの、これじゃなかったです、ごめんなさい。はい、ということでこの写真この後アパレ原宿の公式 Twitter にアップされるので、皆さんぜひチェックよろしくお願いします。そしてこの後は主演の特典会ありますので、大好きな大好きな推しメンと喋れます。いや、来てくれるよね、特典会も。あ、あれ特典会来てくれるよね。ありがとうございます、待ってます。ということで今日も来てもらえて本当にありがとうございます。来月の定期公演もぜひお越しください。それでは以上、私たちアッパレ原宿でした。